はい、どうも、メイヘロおじさんです。朝、洗濯機回しながらですね、動画撮っております。まあ、これからちょっと債務整理の借金をお払いに行って、整骨に行こうかなぐらいで思ってます。まあ、昼ちょっとね、ランチの予定があるんで、ランチしに行くんですけども、まあ、一個、まあ、喋ろうと思ってて、まあ、今日ですね、まあ、懇意にしてる女性からまあ、連絡があって、まあ、お水関係なんですけども、なんていうんですかね。まあ、アフターでですね、ホテル誘われたっていう話なんですね。でも、言うたらまあ、そんな頻繁に会う人じゃなくて、まあ、なんていうんですかね、ふいっとこう、深夜に来て、ふいっとこう、アフター誘われて、ホテルどうみたいな感じで来たと。まあ、その他にもいろいろあったんですけども、まあ、なんていうんですかね、その、夜遅くに、相手を誘うっていうのは、個人的に、あんまり良くないというか、おじさん、昔、その方法をやってたけど、全然うまくいかんなっていう感じだったんで、あれ、なんですかね、常套手段のように見えて、人を選ぶんかな、というふうに思った次第でございます。まあ、言うてた人が、そんなに魅力的ではなかったんだろうなというのは、まあ、もうそもそもなんですけれども、まあ、それを言い出したおじさんもそうなんかもしれないですけども、なんか夜遅くまで付き合ってくれて、終電なくせば、ワンチャンこう、ワンナイトできるかな、みたいな、考えが、20代前半の時はあったかな、って感じですね。そう。まあ、言うたら終電終わりそうだからって言って、で、まあ、手をつないで帰ってみたけれども、帰って、後でなんか、じゃあ次どこ行くみたいな話をしたら、結局それがあんまり良くなかったみたいで、次会うのやめましょうみたいな感じになったのが一件と、結局、相手の家に、まあ、夜ぐらいからずっとぺちゃくちゃくっちゃべって、夜中の3時ぐらいまで喋ってたんですよね。で、個人的には、もう言ったら、こんだけ長いことを喋ってたら、それはもうちょっとぐらい、なんかあってもいいんじゃねえのと思ってたけども、まあ、多分ね、それは逆に、長すぎたんかもしれないですけども、私なんか、なんかもう眠たいから帰って、みたいな感じで言われてですね、帰らされた記憶がございます、というところで、まあ、人によるのかもしれないですね、必勝パターンって。おじさんとしては、もうおじさんもともと素人童貞なんで、必勝パターンなんかないんですけども、まあ、なんだろう、無理に、夜、なんかこう、長時間引っ張って、どうのこうのできるっていうのは、なかなか難しいんだな、というふうに思ってございます。むしろ、紳士的に、その時は返してあげて、まあ、また次の時にお茶をするとか、なんかまた、お食事するとかですね、して、接触機会を増やした方が、次につながる可能性は高いんじゃないかな、と思ったりする今日この頃です。個人的にやっぱり35ぐらいになってくると、その、下心がちょっと減ってくるんですね。それが逆にいいのかもしれないんですけども、最近、ご飯だけであれば全然行ってくれる方っていうのが増えてきたんで、それはすごいありがたいなと思ってます。まあ、もう1、2歩踏み込まないといけないんですけども、個人的にはまあ、全くモテない人生だったんで、まあ、それだけでもすごい成長かなと思ってます。というところで、なんていうんですかね、別に下心を出さないのがいいんだよみたいなことを、若かりし頃なんかこう、イケメンボーイたちもちょこちょこ言ったりもしてたんだけども、その気持ちが全然わからなかったけども、今少しだけわかった気がしました。というよりも、あんま下心をもんもんでいくとですね、やっぱり嫌がられるというか、そんなもんなんだなとね、別に下心があっても面白かったらいいんでしょうけども、大体面白くないし、というところで、難しいんだなと、思いました。で、朝一番に連絡が来て、おにゃんがあったのっていうような感じで、30分くらい電話聞いてたというところでございます。はい。まあ、そんなところで、ただ、おじさんは、面白いらしいです。おじさんっていうのは、三原おじさん自身は、喋っててすごい楽しいですっていうふうにその子も言ってくれたし、多分そういうふうに誘われて嫌だったから俺に
来たっていうことは多分まああの僕のことは嫌いじゃないやろなと思ってるし、まあ、その子が見えたら、まあ、彼女になりそうな女の子なんですけどもっていうところでございます。はい、そうですね、まあ多分こうやってめちゃめちゃ喋れるようになったのは本当に YouTube やってるおかげだと思ってるし、まあ、そうですね、まあ、ほんまに日々の賜物なのかなと思ってますから、やっぱり皆さんのおかげでですね、あの少しずつ言うたら、まあ、人生の歯車って言ったらちょっと大げさですけども、本当にまあ、なんですかね、あのうまいことかみ合ってるか分かんないですけども、なんやかんやもがいてるとですね、まあ、少しずついい方向に行くのかなとか思いながら、その言うたら、まあ、朝一で電話かかってきたそのクレームを俺が聞くみたいなところでですね、思った次第でございます。はい、以上です。